これが欲しくてもう3年目まで頑張ってきたんで、ようやくやったって感じで、もうなんか達成感って感じですかね。なんかもうそんな感じです。やっとやるべきことやったなっていう感じです。どうしてもカーボントロフィーを欲しいで、まあ、末永だけじゃなくて、まあ、確率を倍にしたいということで、急遽ですね、このエビスラウスだけ、雇われました。いやね、これ走るより面白いですよ、こっち楽しんだ方が。あれやっぱね、レジェンドドライバーと今の現役のドライバーのトップで走らせるとやっぱりね、ワクワクするものがあってテレビで見てるものが現実になってレジェンドと一緒にこうやって肩を組めるんですよ。そうですね、今日は1日です。乾いたり、ウェットになったりとか、いろいろ路面コンディションがすごい大変だったんですけど、一応テストをずっとやってきてたもんで、ウェットは、まあ、ドライはもちろん絶対的に自信はあるんですけど、ウェットに関しては、まあ、みんなが言うほどみんなナーバスにはなってなかったんで、すごいこう安定して走れたと思います。楽しかった。難しい。2年前やの。でも俺の車、俺のティンもすごいいい車作ったさ。ティンも強いさ。俺よかった。ありがとう。みんな選手はうまいの。びっくり今日優勝。トップ8とぐらいは欲しいだけど、うん、ウィナーはすごいびっくり。よかった。久々にこんな楽しい思いさせてもらったんで、もうしばらくしなくていいです。もうしばらくし始めなくていいです。ありがとうございました。本当にシャイニーすごいこうシャイニーを見て育ったみたいなところがあるんで、もうシャイニーとサドンデスで行ってすごいテンションも上がったし、サドンデスになるってことはこう接戦だったってことで、こういい追走が見せれたかなと思います。ありがとうございます。ナイターなんでね、すごい、まあ、今までにそのドリフトでなかったこういうシーンで走れるのすごいやっぱ嬉しいですし、すごい楽しいですよね。いろいろこう作戦でったりして、2本目先導回すのどうしようかなって考えてたんですけど、あそこスタートしてったら楽しくなって忘れちゃいました。さあ皆さん大きな拍手を。
Keiji Yamashita gets the win here. He looks a little bit befuddled. Me? めちゃめちゃ嬉しいです。これも正直な感想です。本当に恵比寿でものすごい大迷惑をかけました。車を壊して。なのでどうしてもこの富士のラウンドでチームに恩返しをしたいっていう意味が強くて、でも気負わずで本当に楽しく走れて、これは本当チームのみんなに感謝したいです。本当に嬉しい。こっちです。超嬉しいです。ここでもし勝てばすげえ楽になると思うんで、あんまり覚えてないっていうか、ちょっと緊張しすぎてあんまり覚えてないですけど、とりあえずその最初のアウトフリップだけ絶対何が何でも取ってやるっていう感じで、最初走ってたラインがちょっと違うんで、こうせよっていう話をしたらその通りに走ってくれました。いやー、あれやられたらもうやるしかないですもんね。今日は待てます。Above Masuyama and Champ and Shinji, everybody, and the best way to do that is to win. So yeah, when he went out earlier, it gave me a real sort of encouragement to really dig deep and make sure I got as many points as possible and get back in the race. So I think we're in a good position now. Okayama has traditionally been really good to us. Claimed championships, I've won there. So yeah, and it's my favourite track. So it'll be guns a-blazing when we get to Okayama for sure.Hey everyone, my name is Ryan Lontang. I'm one of the Formula Drift judges.
We're here at Okayama Circuit for Formula Drift Japan Round 5. It's the final round of 2019. You can see behind me here, the start line. We are standing in the chicane. Now the chicane shoots straight down to the initiation point. There are six cones laid out down there, and that's where we have the 3-2-1 cones. Just beyond that is where outside zone one starts. Now it's a big outside zone on the left side. The drivers need to fill the whole thing. Then they transition to a new part of the track this year, which is the touch and go. That's on the right side. There used to be an inside clip there, no more. So the drivers have to go really wide out to the edge of the track and then transition really quickly for outside zone number two. Really tricky spot because it's right on the edge of the track. From there, they have to draw a nice arc all the way to outside zone three, which is on a wall. Now, we've had some crashes here in the past, and we've had drivers go off in the gravel as well. It's a really dangerous spot if you really push hard, which we're asking the drivers to do, of course. Drivers, I'm expecting a lot from you. As judges, we want you to do really great, and we're expecting you to leave it all out on the track this round for the final round of FD Japan.最終戦ということで、まあ、チャンピオン争いはしてますけど、そこはあんまり考えずに楽しんで走れば、いい結果が出てくるかなって自分で思いながら今走ってます。でもやっぱ片隅には絶対的にチャンピオンを取りたいと思ってます。それはもう本音です。もう僕も年齢的、も含めて長くはやってないと思ってるんで、ここ過去3年、過去2年、まあ、チャンピオン争いに絡めてるんですけど、まあ、今年が一番リラックスできてるかなっていうのと、車がかなり馬力を今回上げてきたんで、まあ、本当に見せる走りでお客さんが湧いて、まあ、うまく勝ち上がってって最終的に優勝できたらいいなっていうぐらいで、全然リラックスしてます。前回のオペ口で ランチングが下がってしまったんで、計算したらまだまだ1位の可能性も残ってるし、でもやっぱ気持ちに余裕はできましたよね。やっぱり最低限自分の中の組み立てで走れば、ちゃんと結果出るしって分かってれば走ってて楽は楽。去年までは何も分かんないで走ってたんで、やっぱりフォーミュラDに今年出て、とても跳馬的に上手になったと思ってるんですよ。だからすごい求められてることとかが高かったりとか、やっぱすごいドライバーをどんどん、なんていうかね、良くしてくれる大会なんで、まあそういう中でまた戦いたいんで、まあ、チャンピオン争いは皆さんでやっていただいて、自分は自分で自分の好き勝手に走ってるんで、まあなんてだって今年フル参戦ルーキーイヤーなんで。Yeah, I'm really excited. Of course, I'm in contention for the finals, sorry, for the championship this year. So I'm just working on not making any mistakes, just getting through first qualifying, getting a good position for that, and can't wait for the battles tomorrow, hopefully. So yeah, there's nothing in it at the top. Yamashita's very close behind me. So even right down to qualifying, I'm very focused on trying to get above him in qualifying and not letting the gap close at all. I'd like us to not be on the same side of the bracket. I think it's exciting for the championship and for the fans and everybody here to see us either side of the bracket and meet hopefully in the final. But whatever happens, you can't plan for it. We'll give it our all and try and beat whoever's in front of me. まあ、自分的にこのフォーミュラー D に最近すごく興味があって、で、まあ、すごいみんな楽しそうに走ってるなっていうのがまず自分の中で、まあ、出てみたいなっていう。さあどうだ、スピードは十分だ、スモークを出ている、あとはいいよ、いいよ、いい感じの1コーナー、ウォーマーどうだ、ちょっと距離はあるな、足が踏んでいる、うわー、92ポイント、今のところ、単走1位みたいなんで、このまま1位できるんで、願います。さあ、速さを見せる、あとはマシンを壊さない程度にやってほしい、松川の足に、いいね、うわー、取ってきた、お二人とも、ワン、ヒッチで取っていった、お二人とも、ツーも取っていく。グーッとスピードしてウォールはどうだ、攻めていったうまい、あーきた、93ポイントそば切り広大を上回った。1本目が、まあ、まとまっていたので、より深く角度つけて走ろうと思って、気持ちよかった。さあ飛び込んでくる1コーナーアウトサイドゾーン1、うわーギリギリやってくる、持ってくる持ってくる、スポークも十分、そして角度をつけて振り返して、さあアウトサイドゾーン2、オーダーウォールだ、上尾の走
走り、これはどうだ95ポイントだよ。やったね、イエーイ、よくやった、よかった、カメラつけてもらったんで頑張りましたよかった、あざっ。松山がスタートをする、昨年は97ポイントで岡山単走優勝の松山がさあ入れてくる、1コーナー飛び込んでくる、アウトサイドゾーン1、スモーク十分、取っていった、きっちり取っていった、アングルをつけて振り返して、アウトサイドゾーン2からさあどうだ、あとはもう前の方がかっこいい、やべえぞやべえぞ、これこれはやばい、これは100点でしょ、笑えこれね一番美しい、うわー来た97ポイント、最後は満点、やりましたよもし来年のこといろいろ考えてて、もし自分がアメリカ来年本当に走るようにいろいろ計画してて、でもし走るようになったら多分この車と一緒に行くんですけど、日本で3年間やってきて、もう多分こいつと走るの単走最後だなって思っていや正体は初ということになりました、カズヤ松川、続いて発表いたします、ウィナーアンドリュー・グレイ、そして第2位神奈川8チームウェルド山下浩一選手、チームすごい頑張ってくれて、トラブルは仕方ないと思いますけど、誰のせいでもないですし、来年またやれと言ってんですかね、また来年ここまで来いって神様がいたずらしてるかもしれないですね。 Yeah, very happy to get the win, of course, and of course I won the championship overall.Very strange circumstances. It was heading for being one of the most exciting finals I've ever participated in, and possibly in drifting for a long time, to come down to the wire, the last two guys standing, first guy to make a mistake loses.
So yeah, it was looking really exciting, but unfortunately Yamashita had a very serious, sort of almost dangerous problem with his car. With a fuel leak in the car. The guys tried to fix it. We all waited as long as we could, but I'm afraid he had to call it, and we got the win, so. いやな予感したのよ。おいしい、最高。ありがとうございます。